おはようございまーす。ティレット、申しまーす。ドラゴンクエストソード、実況プレイ始めていきたいと思いまーす。また始まったぜ、これが。どうもどうも。アピールが激しいんだよ、前回からよ。この実写映像がね、もうサムネになってしまったりね、なんだかもう浮きをもう笑い誘ってるみたいにしか、ふざけてるしか見えないんですけど、まあ、今回もね、ソードやっていきたいと思います。前回は試練を無事に乗り越えることができましたんで、今回から仲間が増えてんのかな、あのスネ夫みたいな人、はい、その仲間と一緒にね冒険していこうと思います。王子と一緒にどこかへ遊びに行くのですか。あ、遊びに行く扱いですか。遊びに行く扱いか。もはや。そうなんだ、遊びに行くなんだ。何、完全に幼馴染みたいな感じなの。兵士からしたらさ、あ、2人とも仲いいな、今日も遊びに行くんだろうなと、狩りでも出かけんのかなってか、そういう感じなのかな。結構仲いい扱いされてんだね。お気をつけて行ってきてください。王子のことよろしく頼みます。基本的にはそうだね、あの王子がどっか行ったって話はされてないもんね、あまり。ああ、王子、さあ行きましょう。何としても母上に追いつかなければ。お前スネ夫と一緒に行くのか。お前でもどうせさ、あれ待って、どういう感じになるの。あ、2つ目のステージが解放されてますね、エルヘイムの森。あ、へえ、こんなあるんだ、見て見て。ランク S で、そういうの、なんか、報酬があるんだ。ランク S、ランク A、ランク B みたいな、ソシャゲじゃん、ほんとに。へぇー。エルヘイムの森に行きました。まあ、とりあえずストーリー進めていく感じから、もしかしたら前のマップでレベル上げた方が良かったかな。仲間の行動。仲間は作戦に従い、特技で、あ、仲間はちゃんと戦うの？あとは G が0になると仲間は元気でも全滅。あ、DQ5 システムだね。前に比べてブラン書いてんぞ。お化けキノコ。オッケー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 、いいよ。これって確かあれだよね。お前、あ、下手くそー。うまいって言いながら外したぞ。え、これどうすんの。両方来てるよ。え、両方来たら来てどうするんだ。あ、何、なんか今横でなんかさ、すげえアピールされてるけど、何あれ。え、待って待って、横でああやってされたのが、え、2匹ってどうすればいいんだ。え、縦切りとか、そう、え、あれどうすりゃいいんだ、同じ方向に縦に振るみたいな感じかな。でも結構食らったな、さっきので。多分同じ列に向かって振り下ろす感じだよね。今まで1匹だったから疑問に思わなかったけど、2匹になってきたな。さあ、ブランクを感じさせないプレイいくよ。横横横、オッケー。不思議な粉を手に入れた。横横横、下手くそー。え、どうすんの。あ、そうだ、やっぱりそうだ、縦一直線、横一線だ、横一線だわ。ドラキーやね、ドラキー、ドラキー大丈夫だよ。あ、いや、ばいって、それはやばい。お前、お前、お前、ガード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 、結構来るなお前ら。オッケー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 。おお、びっくりしたー、やべ、びっくりした、腐った死体だ。あー、毒食らってんじゃん、間に合わねー。びっくりした、手前から来た、手前から腐った死体出てきたよ。びっくりした今の。え、何今の、あんな前から下から、さすが腐った死体、下から出てくんだね。また毒ゲスを買ってないよ。このリリッピを縦に振る、うまい、うますぎ、今のうますぎ、今のうますぎだろ。分かってきた、分かってきたね、分かってきた、分かってきた、だいぶ分かってきた。失敗するとダメージ食らうんだよな。でもさっきの最高地点まで戻しましょう。お化けキノコ、あ、どうしよう、頭突きしてくるよね、お前頭突きしてくるよね、頭突きして、はい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 、あ、ロックオン、ロックオンして、ロックオンした方がいい、ロックオンして、そうそうそう、基本的にロックオンしてから振るのが正しいね。だからここで、はい。はい。何が掴んだや。全然掴んでないよ。さっきここに腐った人いたんだよな。待って待って。ドラキー横、オッケー、うまい。腐ったしてくるからね。ここガード、はい、切って切って、オッケー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 、よし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 、最高地点いったよ、よし、こっからこっから、基本的にもうソシャゲみたいにガンガン進むからね、前に。
でも分岐は一応あったか。でもさ、この前みたいに岩みたいに進めない場所はあるんで、それは後回しみたいな感じなんですよね。言ってたら岩じゃねえか。おい、もう俺の右下こんななってんじゃん。脱力してんじゃん。ほら。進めないの分かってんじゃん。分かった分かった分かった。もう戻されたじゃん。ほら、もう。いつなんだよな。じゃあ右に進みます。よし、来た。タホちゃんだ、タホトラちゃんだ。敵の中にあるルカナンの呪文を唱えてくる。生きる時間縦が小さくなる。あ、うまいこと考えんな。ルカナン、そう、ルカネ系って結構ね、いろんな設定があって、例えば防具が外れるとかそういう系なんですよね、設定上は。ルカナン、そういう感じか。縦で受け止める、金に切り返して、切り返すこともできるんだね、ルカナン。ルカナンといえば、そう、タホトラキ。あ、うわ、早っ、早い。ルカナンの速度、速い。縦、ちっせえ。確かにちっせえな。いい調子です。なんか褒められた。お、ありがとう、ありがとう。おれ、はい。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー、うまいよ。オッケー、うまいよ。よしよしよし、もうめちゃくちゃ。あ、バブサイムいる、気をつけないと。バブサイムいる、バブサイムが、気をつけて。なんかしてくるかも。いてぇ、噛みつき。どうだ、サフトラキ、このゲーム噛みつきできる。ちっせぇ、だぜ。あー、うまい。でも跳ね返すことはできるんだね、小さくても。バブサイム、お前だけだぞ。ちょっと、なんか残党残ってる。まだ残ってるが。バブサイム来るぞ。縦、うまい、分かってて、覚えてた覚えてた。よし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 。タホちゃんいんだ。やっぱ森っぽいね。森のドラキーってタホドラキーだよな。うわ、ドラキー軍団。あ、いい、今の気持ちいい。オッケー、逃がさずに。ここルカナン来るか、ルカナン来るか、ルカナン来るか。え、来ない。いい調子です。何や、褒めてきた、スネ夫が。ドラキー軍団すごい来るね。縦、横、下手くそ、痛い、危ねえ。分かりやすい縦、痛いよ。か、ポイントがどっか行くんだよな。振りすぎて、振りすぎてポイントがどっか行っちゃうのはあかんからな。気をつけて気をつけて、振りすぎてポイントがどっか行くから。よし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 。結構このブンって振ったらポインター見づらく、どっか行っちゃうから。ついつい振りすぎちゃうんだよな。やっぱ、やっぱ俺振りすぎだな。来るか来るか、タオトラと、おお、来た、サンタシャイも一緒に。あ、下手くそ。今のは下手くそだ。ん、ああ、そういう、タオトラちゃんそういう攻撃してくんだ。ターゲットして、切って切って、オッケー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 。あー、横から、うおー、なに、横から腐ったしたよ、お前、お前、演出家だろ、演出家、演劇家、演劇家。あー、毒くらい、あー、よしよしよし。いやー、すごいな。モンスターの、え、お前も相当だな、お前も横に出てくんね。いやー、やるー。剣で壊すことはできそうだ。え？まさか？お、これは？え、何？毒になった。あ、毒食らったままだ。ちょっとそれだけ直そう。毒は直しておいて。え、剣で壊すってことは何？剣で壊せばいいの？おい、剣で壊したろ。じゃあ。行くぜ。おらおらおら。これやるんだよ。これ気持ちいいぞ。これいいぞ。これいいな。あのさ、なん、いらない手振ってない。なんだ、壁壊すってそれでいいのか、楽だわ。それは楽だわ。そんなんしたら体力使いすぎるんだけど。多く来た、しっかり守って。え、もやも守ってくる。え、待って、多く強くね、多く強くね。はい、ガードする。あ、一応攻撃取るね、大丈夫だね。いや、すごいガードしてくる。
すごいガードしてくるぞこいつ。ガードして、あでも隙間あるんだねちゃんと。普通にガードしてくる敵にな。よし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 。いや体力使うな、さっきの壁壊しでさ体力使っちゃったな個人的に。おホイミスライム、やべホイミスライムが処理してえな。うわおめえ悪いなホイミスライム。ここガードしたら隙ができるから結局もう一発できないか。オッケーナイス、ホイミスライム来たよ、ホイミスライムが処理。ここははい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 、オッケー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 、いいよ。ホイミスライム出てくんだ。しっかりガードしたら切っていいからね。よし、いや手強くなってきたぞ。絡め手がホイミはやばいからな、さすがに。あ、宝箱ある。何？人食い箱とか来てもおかしくない。おお、なんか人食い箱でそれ怖くなってきた。このゲームだったらありえるよな、人食い箱。さあ、結構進んできたよ。なんだ？ん？え？あ、いる。リリッピいるわ。オッケー。腐ったしてガードして、オッケーオッケーオッケー、腐ったしてくるよ。腐った死体がのけそらないなこいつ。オッケー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 、うまいよ。よし、いい感じいい感じ。また分岐だ、左と右。まあでも結局のところ進む先はね限られてるんで、まあどっちでもいいって感じはありますけどね。さあ、あ、なになになにこれ、なにこれ盾だねなにスライムタワー、ちょっと待って、新手のスライムタワーちょっと待って、新手のスライムタワー、新手のスライムタワーじゃん完全にこれなにこれ、面白いけど新手のスライムタワーだな完全にこりゃ。なに今何？スネオ何したの？スネオくん今何した？ギラ今の。急に横から来たな。新しいスライムタワーじゃん今の。びっくりした。スライムタワーって5匹だったっけ？へえ、面白い演出だなあれ。味を占めるな。味を占めて出てくるな。味を占めて出てくんな。え？あれ？あれってまさか？ピエール！スライムライト！スライムライトいるぞ。やべ、盾が欠けてきてんな。あー、ジャンプ切りだ。盾しか効かねえ、あとこいつ。横だと避けられる。だから盾振りの斜めとか盾で行くしかない。何？え、ホイミすんのお前。あ、愛の戦士ピエール、さすが。愛の戦士ピエール、ホイミする。え、めっちゃ手強いんじゃねえの、こいつもしかして。あーもう手強いやつ来てんな、スライムナイトとか。やっば。宝箱は2つある。大丈夫か？大丈夫か？この宝箱。一食い箱ちゃうか？大丈夫か？おー、120ゴールド。まあ開けちゃうか。実況者的に開けざるを得ないんだよな。これで待って。なるか？大丈夫か？おー、小さなメダル。この世界にワンだね、小さなメダルは。え？町へのもの、あ、そっか、町へ戻ることもできるんだ。あ、分岐地へ戻る。あ、お宝があるだけって感じなんだ。じゃあ、あとは左行くしかないですね。右は何もなかったってことだからね。何があるかな？え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 ？ああ、そういうことか。スライムライトか。今なんか目の前横切ったけど、あれはってことはあれだよね。普通の、一瞬メタルスライム見えちゃった。スライムライト来てる。斜めからね。斜めから。よし。届かないもんね。奥に攻撃する手段はないんだよね、多分。基本的に戦士だからね。あ、来た。味を占めるな。よし。味を占めるんじゃない、君たち。来るね。あ、やべ、ミスター。スライムにしては攻撃力高えな。
ケーオッ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 ケー、ちょっと味を占めてスライム出てこないでくれる。しかもなんかここのスライム強いし、報酬まずいのに。斜め斜め、よし斜め斜め、オッケー、うまい、よし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 。てか縦大丈夫？だいぶなんか欠けてるけど、縦欠けてるよね、だいぶ 58% か、だいぶ欠けてんな。まあでも奥までいけるかな、一応。